おはようございます。おはようございます。チュンです。そしておっぱちゃんで す, です。苦手なクラブは苦手なの、うん、パターパターね。うわぁ、ちょっと来た。いやでも超えたけど、多分向こうまで超えてっちゃった。アプローチとパターの感覚難しい。うん、そうだよね、うん、じゃん。今日はですね、このキャロウェイさんのボール、今2つ持ってるんですけど、こちらが通常のボール、うん、でこちらが今日ご紹介するスーパーソフトマグナというボールです。通常よりも少しだけ大きいです、うん、もちろんルール適合しています。どれぐらい大きいかというと、通常よりも直径が 3% 大きくなってます。でそれにより様々なメリットがありますよと。どんなそう、それを実際私たちがゴルフしながら良いところを3つ発見せよという事例がありますので、発見していきたいと思います、はい、ラウンドしたら分かるらしいです。はい、やってみます。それでは実際にマグナボール打っていきます。打ちます。はい、ちょっと左目に打とうかな。何しよう、何だろう、どう。いや、なんかね、軽い気がする。勝手に当たったっていうか、勝手に当たった、まあ、面が広いから軽いのかな。あ、わ、早速マグナさんが消えた。消えたかな。あそこら辺にありそうな気がする。ありそうな気がする。行ってみましょう。左足側に置いて、左足側に置いて、重心変えないってこと？そう、左に乗っちゃダメ。ほう。おー、いいじゃん。おー、うまい、でしょ。でも結構上がったね、球、うん、なんか軽い感じしない？軽い、うん、やばい、これ乗らないかも。上げてるわ。全然ダメ。いや、オーバーしたんじゃない？嘘でしょ、うん、トップした割には上がったかな。足体重のまま。あ、じゃあ、まあちょっとね、ごめん、私が思って言えばよかったんだけど、内的にそう、あっちにぐらいだ、そういうことね、だったんだよね。こう、もうちょっと右向けばよかっただけ。ただまだちょっと分かんないね。分かんない。ボールが大きいんだもんね。うん、まあ一つは当たりやすいんだと思うんだよね。びっくりだね。完璧です。やばいかな。いや、まあ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 、でもいいのかな。打つとき緩まないように。あ、なんか安定、安定してない。うん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 、打ちやすそうだね。打ちやすいかも。ブレない、ブレてないよね。うんうんうん、すごくない。すごい。めっちゃ上がるじゃん。やばい、短いかも。ちょっと短いけど上がる。上がる、上がるね。上がるし、なんだろう、軽いけど軽すぎないけど上がる。おー、うわー、でも、お、いい感じに綺麗、跳ねて。お、うまい、やった。ナイス。え、めっちゃいいじゃん。木がナイス、木がナイスこれでパター安定したらこのボールがいいってことで。確かに検証してはい。打つ瞬間緩めじゃない？弱いね。弱いかな。いやでも、あ、なんかさっきより安定してるよね。安定してる。パー、ナイスパー、イエーイ。芯に当たりやすいのかな。うん、なんか優しく転がってくれるよね。そうだね、うん、ボギーです。なんか癖なく転がせる感じ。なんか回転ちゃんとするよね。そうそう、うん、普通なんかこう癖とかで
変に回転多分かかったりするじゃん。なんか多分さ持ってかれやすかったりするじゃん、うん、芝のあれで。なんか順回転でね。そうそうそう。多分負けない。負けてない。負けてないよね。なんかすごいね。あんまりさなんか こっちに行ったりこっちに行ったりしない、ね、しないね。これ結構いいかも。うん、通常のボールで左目。あ右行った。今開いてた。もう大丈夫。木の右がいいかな。まあまあ、まあまあ、あ、あ、早速マグナさんが消えた。あ、右行った。さっきの方がいい。さっきの方が好きかも。あ、ドライバー打ってる時も。うん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 。あ、やばい、バンカーじゃん。止まー、止まった。ギリギリ。短かった。うまいうまいうまい。止まった。うまい。ナイスアプローチ。自分で言って何してんの。かけてるの。かけてるね。オッケー。かけてるの。かけてんのかな。あのでかい方がやっぱいいかも。でもそうだね、うん、大きい方が全然なんか打ててたね。弱いかなと思ってても転がったもんね。そうそうそう。だいぶ難しい。まだ打てない。打てない。次はこのちょっと大きめのマグナボールを打っていきたいと思います。池までね結構180とかもっと短いかな入っちゃうので、あの橋の方向で多分200くらい打てると思うので、このマグナちゃんはきっと普通よりは飛ばないと思うんですけど。当たるよ。上がるから。で風強いから橋方向に打てたらマジ完璧です。橋です。完璧だ。ナイショー。完璧。オッケーオッケー。え、転がってってる。やばい。ああ。え、飛ぶのかなこっちの方が。ボールが大きいから風乗っちゃったのかしら。乗っちゃったかな。どうかしら。でも完全に落ちたよね。うぅ、ナイス。いや、軽打ってる感じがマグナさん。しかも今ちょっとなんかダフったかもしれないんですけど、ダフって当たってもう軽く飛んでいった気がします。いいよ。やっぱバターいいよ。確かに打ててるよね。見た見た。あ、大きい。おお、いいねいいね。やっぱりマグナボールいいね。いいよ。やっぱパターいいかもね。パターちゃんと入る。本当にね。うん。マグナボール、うん、パターがいいね。いい、うん、ちょっと安定。すごい安定してたね、うんうんうん、でもなんだろう、転がるんだよね。そう、ぶれない、なんか、うん、
すごい良かったね、うん、あとはボールが上がりやすいの上がりやすいかなって感じはするけど上がってた上がってたよね、うん、とにかくパターはすごいそうパターはめちゃめちゃいい、うん、なんか他とその飛距離とかが今までと変わらないんだったら、うんうん、このボール使った使いたいかもしれないですね、うん、パターめっちゃ入るようになると思うパターいいね、うん、なんだろう安心して打てるんだよね、うん、安定してたねもうちょっと使いたいなって感じで後半普通にラウンド、うん、します、はい、お疲れ様でした、はい、お疲れ様です